こんにちは。沖縄タイムス新沖縄通信別冊の時間です。今日は第6回で沖縄は基地で得をしているという問題を取り上げたいと思います。お相手は増見紗恵子と、デモクラからは鈴木光です。よろしく。そして、沖縄タイムスからは東京支社編集部長の宮城栄作さんです。よろしくお願いします。基地から恩恵を受けたことは一回もありません。そうなんでしょうね。まあ、私たちは、デモクラテレビというところで月に1回新沖縄通信というニュースをやってるんですけれども、その中ではとてもまとめてお伝えできない問題について別冊を作っております。いや、誤解は本当に多いけど、とにかく基地はあるかもしれないけど、たくさんお金ももらってんだから、うん、文句言うなって、これは多いよね、ネットで ね。多いんですけど、うん、まあ後から出てきますけど、じゃあ一番もらってるところに持っていったらっていう気がしますけどね。なるほどね。2番のちょっと新聞記事を切ってましたが、まあ、これ最近の話題で、毎年ですが予算の時期になると、うん、沖縄の予算はその3000億円を要求、なんか余計に要求してるかのような言いぶりで、他の都道府県より3000億も余計にもらっていると、いい、ね、思う一見したところ思うということから、さまざまな誤解が続いているんですね。で、3番見てもらいましょうか。この3000億っていうのは例えばどういうものかっていうと、これは権威のある財務省の解説です。うん、こういうふうに直轄事業っていうのは国がやる事業ですね。例えば第二滑走路の一部、那覇の空港のですね、それから文教施設、大学でしたっけの整備とか、国際会議の開催経費とか、まあこういうような国がやる事業、あと新規事業というのがあって、これはちょっと帰ってきた西普天間の跡地のためのつかみ金、この前ちょっと選挙に絡むものでしたけれどもがついていたり、子どもの貧困対策ということで、お金がついた、これ島尻さんですかね、ちょっと政治的な感じの予算がついていて、それとあと沖縄振興交付金というのがここにあります。これを合わせて足してね、これだけです。で、これ予算ですよ、まだね、予算ですけども、まあ、すごくもらってる。うん、いや、まあ、ね、新沖縄通信では何度も言ってますけども、これ沖縄振興予算っていう名前がついていて、その予算の、作り方がですね、他の都道府県とちょっと違うので、こういう振興予算という言葉が出てくるんですけども、うんうん、この模式図があるんですが、4番出ますか。沖縄タイムスからいただいてまいりました。他県ですね、神奈川県とか千葉県とかっていうのは県として要望を出しますが、それぞれの省にそれぞれの政策に基づく自分のところにはこれだけの予算が欲しいというのを出します。で、折衝をして、で、概算要求を各省でまとめたものが財務省にこう流れていって予算になって閣議決定されると、こういうことになります。どこが違うかというと、沖縄は予算の要望は内閣府に沖縄担当部局っていう、もうまとめてやるところがあって、ここに各省から出向して官僚の人たちが来ていて、ここに一括して予算の要望を出します。それで、形状も各省、こちらみたいに各省に分けてではなく、ここの中でもう各省入ってるわけだから、一括計上されて概算要求で財務省に行って閣議決定されるという違いがあるので、比べるとすると、ここの予算がたくさんもらってるじゃないかって比べるんだったら、ここ他の都道府県もここを全部合わせた予算で比較しないと
いかんってことですよね。そうですね。あの、まあ、そもそもなんでこういう、予算要求の仕方になってるかっていう ところですけども、まあ、これだけで優遇じゃないかというふうに言う人もいるかもしれないですけどもやっぱりその、米軍統治が長かったのでですね、で復帰にあたってするにあたってやっぱりそのあの他の県のように予算要求の仕方を知らないわけです。できなかったわけですね。なので、まあ、当時は沖縄開発庁ってありましたけどもそこがまとめてやるというスタイルをやったんです。やっぱり歴史を知らないといけなくて、あの私たちというか本土人としては独立を回復した後沖縄はずっと米軍の、まあ、施政下というか米軍の支配下の中に26年ぐらいいて日本国憲法も無関係、日本の国の予算の付け方とか予算も無関係で、さらになんだかんだ言ってもあの本土の方は高度成長時代でどんどん公共投資がされるような時代に何もなかったっていうようなことがありまして、それに起因してそれは特殊事情なわけですが、で格差の是正とか自律的発展の基礎条件の整備のためということで特措法、特別振興法ができたということなんですよね。あの、まあ、振興法はね奄美にもありますし、そうそう、振興法もありますし、別に沖縄だけではない、奄美なんかほら戦後米軍の支配下にあった歴史的事情ということで、まあ、同じですよね。それともう一つ同じところは遠洋遠隔地、遠洋分散性っていうことで問題になってるんですが、一つ飛んで7番出ますか、地図ですけれども、これ私今回見てそうだと思って納得したんですけど大阪市のところに那覇を置いてみました。そうすると与那国とかってもう長崎の方まで行っちゃうで静岡って伊豆半島の先に大東島群があるっていう、すごい、だから広いっていうかね、東西南北に広いので、とにかくその離島が多いっていうのは非常にあの他の他府県とものすごい違うところなんですよね。ということで、まあ振興法は作られた、ね、ということですよね。まあ、あの離島行けば分かるんだけど、要するに最近橋が結構多いでしょ、あの離島を結ぶ橋がね結構今できてるんで、そういうことでもかなりね、予算はつくんだと思いますよね、なるほど。で現実にじゃあってあまり金目の話するの品がないですけどどんなもんか、今日は下品に行きます。下品に行きます、じゃあ8番行きましょうか沖縄県のホームページからいただきましたが、沖縄の方もそのお金がどのぐらい沖縄には落ちているのかっていうことを計算、概算で計算してみました。でその結果ですね、あの国庫支出金を都道府県別に人口1人当たりで割ると、まあ、1位であることは確かではあるんですけれども、他のものはそうでもなくて、地方交付税交付金は全国18位ですね。それから両方合わせると全国で5位ぐらい、国庫支出金が全国1人当たりで全国1位になったのは多分26年度が多分初めて で、うん、そうなんですか。あのそれまでずっと1位になったことはないので、はい、すごいね、1位に輝いた。だからこう特別に何かもらってるっていうようなところでもないです ね、 ですね。で9番のグラフ、ご丁寧なグラフがあります、これ私沖縄県ってすごく品がいいなと思っていますが、人口1人当たりの国庫支出金と地方交付税交付金の合計額というので自分のところが何位かというので5位って書いてあるんだけどすごい謙虚だと思います。岩手、宮城、福島っていうのは地震の関係で今特別に多くなってるからというのでここを除いてるわけです。だからこの前にこう3つ本当はあるわけですね、8位ってことか。そうね、そういうふうに調べればね、ということでこの5位ぐらいのところにあります。奥ゆかしいのはこの1位2位がどこかってこと書いてないってことなんだけど、確かにこれね鳥取とか島根とかあの辺ですよね。そうですね、その辺だそうです。次行きましょう次はこれはあの公的支出額で調べました。あのどういうことかというと、単に予算がつくというのではなくて、他の県の場合例えば新幹線作るのに助成が出ますとか、なんかそういうものがいろいろあるわけですよね、でないのよね、原発作るのに助成がありますとかって言っても、
そういうものもひっくるめた公的な支出で計算をしてみました。ところ16位まで落ちてしまいました。なぜ？あの大規模なそういう、投資がないわけですよね、うん、新幹線もないし、ないし鉄道も、まあ、Uレールはありますけども、モノレールはね、うん、で過去にそういう大きなあのインフラ整備っていうのが、うんそれから国道も少ないんだよね、うん、人はあれ一本だけでしょ、うん、なるほどね。でだけどこういうネットでね多くもらいすぎじゃないか、他方で言うと沖縄のことを一生懸命私考えてますっていう沖縄に親近感のある立場からするとあんだけ基地で負担を強いてるんだからたくさんもらって当然だよねっていう側からも誤解もあり、双方の誤解がこうぶち当たりまして、はい、あのだからまあ何度も言いますけども、あの他県よりのベースより上増しで3000億もらってるわけでも何でもなく、うん、で実際のこうやって順位をつけてみると、あの皆さんが多くの方が考えるようにめちゃくちゃもらってるわけあの突出してもらってるわけでもないと、ない、ね、っていうことだし、であの先ほど増美さんがおっしゃった基地との関連で言うと、自民党の国会議員の中にも、うん、じゃあ沖縄の予算を基地とリンクさせるんだったら、うん、もっと出さないといけないっていう人たちもいるんですよ。なるほど、はい、なるほど、正論かもしれない、ね、なるほどね。で、まあ、こういう話がなんか皆さんの頭に例えば3000億という記憶が残ったとすると、うん、問題はこの11番の中今さんなんですが、うん、この例の辺野古 の埋め立て承認をするにあたっていい正月が迎えられると、うん、3000億を確保したと、うん、こういうこと言うから誤解されちゃうんですね。そうなんですよね。だけどこの時中山さんは有史以来の予算だということを言ったわけですね。有史ね、はい、有史歴史始まって以来の中山さんの任期中ではあの初めて3000を超えたのかもしれないですけど。そうか、12番出ますかね。これはあの内閣府がたくさん沖縄にお金出しているということを証明しようとしたグラフなんですがあのこの青い方がもらっている予算なんですが、3000億超えてるのはここだけ、ね、ここでもっと前にこんなにもらってた時期もある。あの一番大きかったのは1998年の、うん、年度の、太田県政の時だったんですね、うん、あの太田県政から変わる時ですね、うん、に、4000南根県政になった時、ね、4000億円台があるんですね、はい、なるほど、そうなんだ、へえ、4700億ぐらいあったと思います、ね、あ、そうなんだ。でその後ほら小泉政権になって、うん、あの公共をどんどん減らしていくじゃないですか全国的に、うんうん、それでずっと下がってきていたという。なるほど、まあそういうことであんまり3000億に引っ張られてもどうかなというところです、はい、で、じゃあでも沖縄は特別なんか制度がないのかっていうと、一つだけ13番出ますか、まあ、お金の仕組みとしてちょっと違うところは確かにあるんですね、うんうん、あの沖縄の方でこういうことをしたいという事業を決めてそれについてお金を出してもらうって、まあ、なんか当たり前のような気がしたけど、まあそうですね、うん、あのまあ、一括交付金の制度が、まあ、ありますけども、うん、まあ、これは地方の、あの、まあ、要するに中央での補助メニューだと、うん、あの地理的条件が沖縄と本土で全然違いますので、うん、あのその地理的条件に合ったあるいはあの歴史的なね、あの、うん、歴史的あるいは環境的な、うん、その地域の特性に合った予算の仕方が大事だ、あの、うん、執行の仕方が大事だということで、うん、交付金制度というのは求める、うん、これは当たり前、あの地方自治を重視する考えからすると、うん、まあ、うん、まあ、精神的な制度だと言ってもいい、うんうん、こういう自主的な事業選択、はい、自主的な事業選択で国に交付申請をするっていう形のものがありますよっていうのは、まあ、はい、でもそれは金額という問題ではないということになりますね、うんうん、でもう一個の誤解は基地があるから経済が回ってるだろう、うん、どうでしょうか宮城さん、うん、必ずしもっていうかそういうことはなかなか、まあ、断言できないんじゃないでしょうかね、うん、あのそう沖縄へね正直言ってその基地のあるところをこう見て回れば、うん、基地がね沖縄経済をどれだけ阻害しているかっていうのは一目で分かるんですよね、はい、本当。なるほど、うん、で、面白いものを見つけました、うん、15番
在日米海兵隊ホームページです。経済効果という項目がわざわざあって、これがすごいな。結構やっちゃいました。在沖縄米軍は軍関連計画、個人消費、賃貸料、防衛施設整備事業や日本人雇用などで毎年2100億円以上の経済効果を沖縄県にもたらしています。もたらしています。毎年毎年ですかね。だ 米軍による県内雇用、人たくさん雇ってますと、ね、で沖縄県における4大雇用主沖縄県米軍電沖電流銀とこうなってる。でもこれもさ、よく考えてみると、まるで在日米海兵隊、うん、要するに米軍が支払ってるようじゃない。で、県内雇用は払ってる。いやいや、お金はだけど払ってる金は日本政府が払ってるわけだよ ね。思いやり予算の、ね、多大な貢献をしてるかのように見せようとしてると思いますけども、うん、まあ、後から出てくるかもしれませんけども、この2100億円以上、まあ、で県民所得の全体、うん、GDP からするとですね、うん、まあ、もう多分 5% 弱ぐらいのものです。で、あと県内雇用で8600人ということですけど、うん、就労人口は70万近くおりますので、うん、はい、で、あと、まあ、こうやってね、県庁、米軍、電力、銀行って書いてますけども、まあ、大きなところ、企業だったら大きなところ書いてますけども日本全国でですよ、この沖電とか流銀とかみたいな、一部上場企業、大企業ですね、うん、大企業っていうのは 1% ですよね、雇用してる数全体のね、大体は中小企業で働いてるわけですよ、うんうん、だからその大きい順に並べるあんまり意味がよくわからないわけですね。けど、はい、まあでも8600人も雇ってると、だから就労人口は70万ぐらいですから1%ちょっとぐらい、はい、あと米軍お金払ってませんので。ああ、なるほどね、はい、次も日本政府が払ってますね。次もいいですか。16番、これ続きです。ここ高さん怒るね、うん、借地料、県内には3万4千人以上の軍用地の地主がいて、これ百田さんの話で1000万円以上のなんとかを収入がある人がいるっていうやつですね。平成26年度に支払われた借地料は1000億円近くとなっています。まるで自分が払ってるみたいな言い方でしょこれ、はいはい、日本政府が払っております。というかそもそもだから借地なんですよね、借りてるんですよね、うん、当然当たり前払わないといけないんじゃないですか。これをそれをその基地経済と結びつけてる方がおかしいんですよ。そう、普通に土地を貸したら貸した金は当然入ってくるわけだから、うん、そもそもじゃあ次は、ね、個人関連消費3000人超の軍人軍属は民間地域に住んでいて、家賃や光熱費だけでも10億円払ってる。10億円ですか。10億円、うん、はい、かもしれません。それで車も持ってます、はいはい、だから税金払ってます。なんかそんな細々したことをこれしかないんだってば。20億円20億円。小さいな。あとは波及効果があると、はい、ね、種はこれだけだけどバーッと広がっていってもっともっとたくさんの役に立っていると、うん、まあ、まあ少しはかなり少し役に立ってるんでしょうね。でもまあこれって比べてないのは自分たちがいない時にいなくなった後にそこを活用してどのぐらい効果があって、うん、今それのどの何分の1なのかってことを全く自覚してないということだと思いますが、次17番いきましょうか。これさっきおっしゃってたやつですよね、うん、その基地関連収入の割合、どんどん今下がってるわけ、うん、これを見ていただいて分かるのは沖縄県の経済っていうのは基地からの収入が効果を及ぼしているところがないとは言いませんけれども、それに寄ってるわけではないってことですね、うん、そうですね、うん、はい、でその次もありますが18番ですね。で沖縄はなんか情報通信産業を一生懸命誘致してるんでしょ、うん、そうですね、コールセンターが多いという話ですけども、うん、はい、これはどうしてなんですか。やはり、まあ、物流コストがかさむので、うん、やっぱり製造業とかあんま向かないわけですね、うん、なるほどね、で、うん、大きな製造業とか向かないので、うん、その誘致っていうのは、
難しいだろう、うん、ただ IT になると、うん、あのそういう物流コストがあのかかんない、まあ、かかんないということで、うん、情報通信産業っていうのを、うん、まあ、に力入れていこうと。確かに、ね、コールセンターって多いよね。めちゃくちゃ多いですね。はい、あのでそれで、あとは、まあ、情報産業と、あと物流企業、物流、その要するに全日空が、貨物ハブとかやってますけども、そういう物流関連の、まあ輸送関係ですね。それは何？アジアに向かってってこと？そうですね、うん、アジアに向かって中継拠点にしようとしてたりします、うん、であとはまあ観光ですね。観光ね、っていうのを将来的にも、うん、19番見てもらいましょうか、観光です、うん、入域観光客数は復帰の時に比べればってことですか、うん、そうですね、17.6倍、観光収入も増えていると。はい、今あの外国人がすごいんですよ、うん、どういう外国の人が台湾、中国、多いですね、香港、うん、あと韓国ですね、うん、が多くて、まあ、もうどんどんリゾートホテル作ってるんですね、うん、今。それは資本はどこになるの？あの、まあ、県外とか海外の資本がやっぱりもちろん多いんですけども、うんうん、今どんどん作っていて、でこれで観光客を海外からももっと多く呼べればですね、そのさっき言った5点基地の、県民所得に与えるインパクトというのは 5.1% ってありましたけど、うんうん、こんなのをすぐ抜いてしまうというふうに言われていてですね、うん、それ観光客の人っていうのは沖縄に何を求めてくるの？やっぱもうあの一応、日本の中の海洋リゾートなわけですから、うんうん、はい、あのやっぱりビーチリゾートで遊ぶ、綺麗な砂浜と青い海、はい、そうですね、うん、なるほどね、必ず行ってますから。あ、そう。そうか、素晴らしい。中国人からするとあんな天気ってないみたいですよ。え、どういう意味？空があんなに晴れて、空が青い。真っ青な空。いや、中国人は本当に多い。あ、そう。今年も行ってびっくりしたけど、うん、あの国際通りなんか半分ぐらい中国人じゃないかと思う。うん。これは減ってはいないわけね。本土だと爆買いが少なくなって、はい、爆買いはしてるかどうかわかんないけど。なるほどね。これはまだ先行き見通しがあるってことですか。そうですね。はい。なるほど。そうさ、逆に言うと基地のが今占めてるところがなくなったら、うん、さらにこう経済的には成長する可能性があるってこと？というふうに言っていますし、うん、あの先ほど沖縄振興予算の話で、うん、大元の法律は、沖縄振興法ですけども、うん、その中に、その、振興法を作るにあたっての21世紀沖縄ビジョンというのは、21世紀ビジョンってあるんですね、うん、それでは基地は今やもうあの、経済っていうのは阻害要因だというふうにはっきり明記しています。で20番の基地の図をもう一回見たいんですが、まあ、この辺なんてもう海兵隊基地がど真ん中にあるっていう状態でしょ。でこちらだって皆さんご存知の通り飛行場の周りには市街地が広がっててっていう状況だから、これが帰ってくるとするとっていうのがあるんですが、21番見ていただきましょうか。これも返還することになってるんだけど未返還なんですけど、みんなこれが帰ってくるとやっぱり大きい。この佐藤最終報告っていつでしたっけ？1996年、もう20年経って、丸20年経ってなかなか進まない。あの一応決めたことが全く戻ってこない、まあ、一部戻ってるところあるんですけども、うん、まあ、少ないですね。この黄色いところとだってほとんどオレンジ色じゃん。そうです、ね、そうするとこれをが返ってくるとどのぐらいの効果があるかっていう計算をしたものをホームページで見つけたので、23番ですが、これですね。これはもう返ってきてるところってこと？そうです。長崎都心ってあのおもろ、そうです、おもろ町ですね。おもろ町なんか本当にあの官庁街になったり、それから、まあ、住宅地高層マンションだよね。そうですね、すごいね、うん、でこれは直接経済効果なんですけれども、うん、こっちの方は例えば、32倍ぐらいに、ここは活動による直接経済効果ですね、うん、これ整備っていうのは土木作業してなんかしたりっていう、そういうことですよね。始まるまで、はい、返還後の施設とか基盤整備による効果ですから、はいはい、公共投資の効果なんですけれども、で活動による直接経済
効果っていうのは、その施設が新しくできたり団地じゃないですか、お家ができたりして動き出した後どうなるかっていうことで比べているのは、返還前は突然当然基地だったわけですから、地代収入と働いている人の所得、そういうものぐらいしかなかったのが、返還後はそこに小室は何ができたの？まあ、いろんな施設ができてますよね。それで住宅地ですね、主に割と高級住宅地っていう感じだったんですよ。で、住宅地ができ、それに伴っていろんなお店ができたり、それこそショッピングモールができたり、そういうのがいっぱいできてますから。そういうので年間どのぐらい上がってるかっていうのを比べると、前は基地収入って地代、地代と働いてる人とかサービスとかってそういうものだけだったのが、経済的に活動しだしたからこんなに大きくなりました。区割とかってここ108倍とかになっていて、まあ効果は大きい。だからさっきのアメリカの海兵隊がこんだけ効果がありますよって、あれ10億円とか20億円とかだったじゃないですか。こっちはほら何千億だから。で次ね、24番の表ですけど、こっちは経済波及効果ですね。さっきのはもう外、土地から上がってきているものを計算してるんですが、波及効果を計算するともうさらにこんなに上がっていくじゃないかということが言えると。税収も上がるし、やっぱりね、それとやっぱりね、今リゾート地のホテルっていうか宿泊施設が少ない、足りないんですよ。あ、そうなの。だから基地が本当にね、本格的に返還されれば、そこもリゾート地にこう返還できるだろうし、そこにそういうホテルとかね、リゾートホテル作れば、もっと観光客が呼べますよね。そうですね。なるほどね。そうか。沖縄の人たちはそういうこういう希望を共有してる。そうですね、やっぱり基地で座って地代が入る方がとか、そういう人もいるのかもしれないですけども、うん、実績的にもこうやって経済効果が出てるわけですし、で特に人口が集中している中南部圏 の、基地は返してくれというようなことを言ってるわけですね。なんか、帰ってこない方がいいって言った地主の人がいたみたいな報道もあったけど、 あれはどうしてなの？米軍もそうなんですけど、あんまりこう民間開発が難しいような土地 についてはどんどん返そうとするんですね。なるほど。そしたら地主からすると使えないから戻ってきてる。そう使えないような。まあね、そう、なんかこう縁とかこまごま返してもらっても全体の計画が立てようがない。そう、細切れで返そうとするので、だから それよりはちゃんと開発できるような形で返してくれっていうふうに思う人もいるわけですね。で、それが開発できる見込みがなかったら今のままでもいいんじゃないかっていう人たちも、とりあえず今のままだったら多少でもあれ金は入ってくるからね。そうか。まあこの手の誤解は多いけど、そうですね。どうかな、他の地方紙とかそういう人たちと話してもやっぱり誤解はある。やっぱりね、多いですよね。沖縄はやっぱり基地がないと、基地があるから生活できるんだよねとかっていうことを言う人たちはやっぱりものすごく多いわけですよ。多いんですけど、これ、今見てきたように、1個ずつね、話していけば、そう、基地がすぐなくなったら困る人もいるかもしれないですけど、段階的にね、今時点も基地にそんなに依存してないし、段階的に基地を返してもらってそこを開発していけば、何も生まない基地よりは、民間開発、民間というか、民間で使えるような形にした方がいいわけで、でそこら辺はどうしてもこう分かってもらえないところがあるっていうか、正直ね、言ってみれば分かりますって何回も言うけど、例えば嘉手納とか普天間なんて、要するに平地がそんなに少ないところの一番いい平地を全部基地が占めてるわけですから、あれもし帰ってきたらそこにいろんなものを作って、いろんなもの開発できるはずなんだよね。甲さんなんかね、医療で言ったらどうかっていう、僕は医療の仕事したら一番いいと思いますけど、東南アジアからもたくさん来るしね、中国からも来てくれるようになると、そういうこう人物の交流拠点にしたいなというのは、沖縄でも考えているところですよ ね。それはまあ実現できると思うんですけど、やる気になれば絶対できると思うんですけど、お
先は長いね。長いですね。誤解を解くだけでも大変、うん、これからも続けます。次回もお楽しみに、まあ、基地依存ではないということだけを分かっていただければと思います、うん、はい。